スピードガン無視の超絶直球、阪神・高橋遥人が見せた衝撃の速球に、元ソフトバンク松田も仰天。8月11日、京セラ D で行われたセ・リーグの試合で、阪神が広島を4、0で完封しました。阪神・高橋遥人投手のヒーローインタビューは実に心温まるものだった。28歳となり、幾度の手術や育成契約という厳しい試練を乗り越えた今も。 彼の話し方には変わらぬのほほんとした温かさが感じられ、感動的な涙ではなく、むしろ笑顔に包まれた復帰の挨拶が印象的だった。この日は5回を投げて4安打無失点、7奪三振という素晴らしい成績を収めた。初回から森下翔太、大山祐介がタイムリーを放ち、4回には前川右京が本塁打を放った。救援陣もいつも以上に気合いの入った投球で完封リレーを決め、 チーム全体が勝利を引き寄せた。高橋投手の速球が非常に速いという話はよく耳にするが、先日、大竹幸太郎選手からも興味深い話を聞いた。ソフトバンクから阪神に移籍する前のことだ。高橋遥人の速球は、多くの打者が最も早く感じるようです。対戦した選手がベンチに戻り情報を共有する際、速球の速さやフォークの特徴などについて話すのですが。 ソフトバンクでは松田千博さんが、速い、スピードガン以上、と語っていました。現在、150キロ以上を計測する投手は球界に多く存在するが、高橋の速球は140キロ台中盤から後半が主流で、広島戦でも2回西で菊池良介に対して一度だけ149キロを記録したのが最速だった。決して際立った数字ではないものの、 伸びやかな球筋がスピードガン以上の速さとキレを感じさせるこのため本誌評論家でもある松田氏に確認してみた高橋遥人投手の速球は打席での感覚としてはスピードガン以上に速く感じられました先9日ぶりの一軍公式戦のマウンドでの登板について岡田明信監督は登板翌日の肩と肘の状態を確認するため12日に一出場選手登録を抹消すると話した一度 10日間の登録抹消を行います無理をさせる必要もありませんし、張り具合や回復状況を見て、再度投げる機会はあります。自力での優勝が危ぶまれる中で完全復活を遂げた89球だったが、彼をよく知る者からすれば、高橋遥人の投球はまだまだこれに止まるものではない。その柔らかな話し方とは裏腹に、松田氏が感じ取った圧倒的な実力。次回の当番では さらに圧倒的なパフォーマンスを見せてほしいと期待が高まるファンの反応高橋投手がデビューした際背番号が示す通り生え抜きのエースとして井川さんの後継者として阪神ファンの間で大いに期待されましたまさかその後3年間も一軍のマウンドに立てないとは誰も予想していませんでしたそんな中昨日の復帰当番ではただ一軍のマウンドに立っていること自体に感動しました ついに最強投手陣の最後のピースが帰ってきましたね。無理をせず、またいつかローテーションの柱として活躍してくれることを願っています。お帰りなさい。投球の空振りを見て、あ、これだ、遥か人のストレートだと感じ、期待が高まりました。球数制限もあり、5回での降板となったものの、次回以降の投球に大いに期待しています。伊藤正氏をブルペンに回すことで中継ぎも強化され、 今後が楽しみです岡田監督は日本シリーズの湯浅に代表されるように感動的な展開をうまく操る手腕がありますね高橋治人投手とスピードガンについて3年前に先発ローテーションで投げていた際初球から150キロを超えるとなぜか打たれることが多かった記憶がありますそのため初球が148キロくらいだと今日はいけるかもと期待していました単なる偶然かもしれませんが 松田さんのコメントを見て改めてスピードガンの数値とプロ打者の実際の感覚の違いを感じ高橋治人投手の凄みが一層際立っているように思います阪神の内幕坂本誠司郎の突然の2軍降格にチーム内で驚愕、岡田監督の含み笑いが物語る厳格な治療の真実とは11日京セラドーム大阪で行われた試合で阪神が広島に4・0で勝利 このニュースはまさに衝撃そのものだった。坂本誠司郎が突如として出場選手登録から外されるという予想外の展開が繰り広げられた。チームメートたちも驚きを隠せなかった様子で、正直、びっくりしましたよと語る選手もいた。昨季の日本一に貢献した坂本は、梅野龍太郎と同じくチームにとって欠かせない存在だった。最近、岡田明信監督は坂本のリードに対してしばしば指摘をしていたが、 まさか二軍降格という形でその意図が現れるとは、とはいえ、今シーズンを振り返ると、同じような出来事がすでに繰り返されていると言えるかもしれない。何しろ、森下翔太、佐藤輝明、大山祐介の現在のクリーンアップ全員がファーム経験者であることを考えれば、理想通りにプレーできない選手は降格させるという方針が共通しているのかもしれない。いわゆる厳格な治療、というわけだ。 み取材の後岡田監督に直接問いただしてみた。坂本はどういう意味での降格なのか、つまりピリッとして来いという意図かと、その質問には、岡田監督が微笑みながらうなずいた。まさに老練な指揮官の姿だ。普通の監督では到底できない決断であることは間違いない。一方で、敵将・荒井隆大は和気あいあいとしたチーム雰囲気が首位階層の要因とされている。3年戦前に あるカープ選手にその実情を尋ねた。実際どうなのと聞くと、本当です。ミスをしても全く怒られないので、いいムードでプレーできていますとのこと。なるほど。しかし、若い選手たちが緩んでしまうことはないのか。その問いに対して、大丈夫です。締める人がいますからとの返答があった。その締める人とは相澤翼のことだ。彼は、緩んだムードを見逃さず、 壁をを叩いたたたりり防具に当たったりして厳格さを保つまさに親分肌の男らしさがにじみ出ている現状阪神にはそのような締める人が不在だ和気あいあいとした雰囲気は選手間で共有されているがチーム全体を引き締める存在は誰なのかやはり岡田監督にしかできないマイナスに転じるとベンチの雰囲気を気にする結果につながるだろうが それと同時にプロとしての重要な緊張感を維持するための役立つ要素にもなるかもしれない。高橋遥人の復帰登板で解消し、カード3連敗を避けたこの日も、背景にはピリピリ感が流れていたと思われる。いずれにせよ、プレーするのは選手たちだ。結果が出れば誰も文句を言わない世界だ。不満を言うな、自分がやるという覚悟で戦う姿勢が、浮上への鍵になるだろう。ファンの反応。 部署での併用や梅野の骨折によって昨年の優勝を支えたのは事実ですが坂本の全84試合出場を通じて対戦チームも坂本のリードに対する研究を進めてきたと考えられます強気のリードや大胆な配球が相手に読まれた結果として痛い目に遭うこともありますから実際昨年に比べて被弾の数も増えてきていましたこの状況を一度リセットし すっきりとした状態で再出発を図るという意図が感じられます。坂本の重要性は変わらないので、再び昇格し、活躍することを期待しています。今年はクリーンアップ全員が2軍に落ちましたが、再昇格後に調子を取り戻してきたので、坂本にも同様のことが期待されます。ただし、現状では梅野和人に投手陣すべてを任せるのは困難なので、当面の第2捕手が重要になってきますね。昨年 梅野の怪我による離脱後、一人で扇の用を担いながら日本一に導いた。その際、ミットを持つ左手はテーピングでぐるぐる巻き、目は常に充血し赤く、若いのに白髪も目立つようになっていた。今年もキャンプ終盤の梅野の怪我により、オープン戦でもほぼフル出場し、頭も体もフル回転で戦っていたと思います。リフレッシュして再び頑張ってほしいですね。そうなんだよな。 アライカープがうまくいっているのは和気あいあいとして選手が自由にプレーしているからだという人もいますがそんなことで勝てるのならみんな優しくするわけですよ甘くはないと思いますから裏では藤井ヘッドや相澤のような厳しさも必要なわけです阪神も矢表に監督が立ち言っていることはいつもしごくまっとうなことばかりです最後まで3チームで頑張ってほしいですね